私は今ホノデラ村草原遺跡に住んでおります。このホノデラ村草原遺跡は800年前に描かれた中尊寺に保存されている絵図と現在の農村景観が対比して見れる非常に稀なところでございます。昔ながらの中世の農村景観がそのまま保存されているということでございますので、ぜひホノデラ村草原遺跡にお越しいただきまして、中世の農村景観を体感していただければありがたいというふうに思っております。